毎回思うんだけどさ、ファイアーウォールこの頭見るたびにさ、なんか押してテレテテンって言わせないでね、パソコン起動しそうな形。確かによし、一応混ざりました、これで。やっぱやるよね、うん、結構簡易型だけ、うん、めんどくさかった。デキカットお願いします。デキカットお願いします。俺がよくやるデキカット簡易型4つでやってスケープゴートかなマジカルシルクハット、マジカルシルクハット使えるからな、マジカルシルクハット。いや、お前スケープゴートだって使えるわ、そしたら映ってる、映ってない、ここぐらいがいいかもしれない。じゃあこうだ、こうだ、うん、お願いします、お願いします。じゃあ先行もらえます。先ほどこれ普通に55だよ。55です。エクスタモンスターゾーン使わなくていいよ、使えないと思うけど。おう、おう、イエー、やべえ、やべえ、やべえぞこれ。これ、これ強いんじゃん。やべえ、何にも使えるカードがないんじゃないのこれ。そうですね、いや仕方がない、速攻魔法で戦闘機ホーネットビート守備表示で攻守ゼロです。これあ、出せるのね、うん、出せる、うん、しかないよ。あと伏せてトラップ伏せてアエンドだ。あー、どこ、一番最初に出てきたのが魔法カードだったモンスターカード。お前フィールド魔法マドラスの外だろ何だこれはお前モンスター攻撃200アップする絶対出てこないよ。一旦に違うマドラスのモンスター絶対使えないじゃんこのカードアマゾネスいや強いけどな、急にもうお前ほんま舐めんなよお前。うん、ムーンライトブラックシープ、うん、コーヒー表示100が出てきたぞシャシャリ出てきたぞ受けるトーメント今んとこ何を根拠に強いってたのか分かんないけどドロー、ワンチャンありがとう。俺は手札から多様進化を発動。デッキからエボルド、またエボルダと名乗り付いたモンスター1体を手札に加える。しかし本来の目的はこれではない。デッキの中を確認するためだ。なんだと。これでいたら笑うけど。エボルドとエボルダ手札に加えれる。いたら笑うよマジで。いたら笑うけどなマジで。なるほど、いないいないけどさ、他のコンボパーツになるパワーカがいて笑うんだけど、パワーカ惨敗だったんだけど、ないんだけど使えねえけど多様進化該当するカードがありませんでしたシャ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 ターンエンドいいのか、ちょっと強くするぞ、ここから。お、手札事故ならデッキ事故を起こしているいけにリリース、マジでお前そんなテクニカルあることができるのか。オーパーツウィングス スフィンクス、ああ出てきた。で岩石族じゃん、うん、こいつ岩石族の召喚成功した特徴が出るのなんだったらエドかお攻撃だよね攻撃両方もらうよ2600だよねあ、高い攻撃入ってんじゃんエンドだよね乗ろう。多分びっくりするくらいさ、魔法トラップがこっちしか来ねえなアマゾネスの里しか来ねえ無人機8を特殊召喚、攻撃5700、高い。そして俺はヌセットの煙玉を
こいつに装備効果は装備されているこのカードが他のカードの効果によって破壊されたとき相手の手札を見てカードを1枚選択して捨てることができる。しかし破壊する効果は特にない。ダメじゃねえ。モンスター戦闘で破壊するほかない。お前なんだ、お前は何も使えねえな。すげえそいつバトルだ。痛い。100ダメ。100、7900。エンド。なんで星4体力100になってんの。あ、7000。クラウゴテン増えてくんかと思った。肩。エンドマジン。お、戦略。なんだと。攻撃。食らう。なぜお前のプラスモイスで1100。なぜお前のモンスターそんな打点が高いんだ。俺が聞きたい。エンド。エンド。あれなんか回復してる。回復してるじゃん。2200。オッケー。これだね。あ、回復させちゃって。バカなんじゃないのお前これ。もしこのバトルを速攻終わらしに死にかかるしかないやん。行けホルスのしもべ。しもべが来たなんか。ホルスのしもべよ。タイムだ。勝ちに行くぞ。おお来た。あ、使える。セル。なんで俺のカードこんなに使えないんだ。漏らした方がいい？どっちもいい。闇魔界の戦士長ダークソード召喚。お、1800。なんでお前のモンスターそんな打点が高いんだ。わかんねえ。じゃあこのヘビでまず攻撃するじゃん。しもべが死ぬじゃん。3600で4500じゃん、うん、終わり。終わりだよね。これね、びっくりしたんだよ。一応ね、ワンチャール魔導士の力入ってるんで。強え、うん、でね、タイムマシーンしてた。ことごとくね、低レベがね、眠ってんの。ゾーンキャリ入ってるじゃん。え、ダイナスターペンディアムとかに双眼の銀に入って、あ、次ダイヤモンド出すと思った。笑ったのはさ、うん、もう入ってんだけど。もう入ってる。もう入ってんだけど。強え。なめるな、星野。うつり気がしたてはネズミが考えた。あ、お前なめない。貴族の入門書3枚積みだからな。相手の手札5枚以上の時、相手の手札ランダム1枚捨てれるからな。3枚捨てるんだって、だから。魔法ばっかだからさ、ああ、ゼロ式魔導粉砕機で毎回魔法捨てて500ダメ与えても勝てたかもしれないように。お前メンタル、おい。無人機8、ネズミだったわ。おお。え、これ、これ義足系のカードなんか多いんだけど。義足なんじゃないの、これ。超時空戦闘機ビッグバイパーにしか装備できない。次に行くしかないな。ギャラクシーストーン。フィールド上に存在するエクシーズ素材がないエクシーズモンスター1体を選択して破壊する。俺たまたまさ、真空のエクシーズも何も入ってなかったよ。マジ普通に使える時やって全部。え、ダイナスターペンデュラム、双眼の銀竜、メントルオーバーデーモン、シャイニングフェニックスがあり。まあ退場もんだからそれは。俺これ退場させて4枚ドローしてきていい。いやダメだよ、デッキを総入れ替えだから。あ、総入れ替えな。総入れ替えだよ。あ、もう変えなきゃダメなんだ。うん、いいよいいよ。そう簡単に俺が1800だっていうのを突破できると思うな。あ、ダメ？うん、ダメ。それはちょっとせこい。